地方から東京への就職を目標に一人暮らししながら就職活動していますが、自力で転職エージェントなどを利用し就職活動するか、就労移行支援に通所し東京への就職を目指したらいいのか、方法がわかりません。地方から東京へ就職を目指す上でのアドバイスをいただけませんでしょうか。ああ、なるほど。ありがとうございます。普通にエージェントだけで就職するのと、えー、就労移行支援などを経て就職するのだと、あの、 実はです、ね、エージェントだけでいく、あるいはハローワークだけでいくと、やっぱりどうしてもミスマッチは起こりやすいです。あのお互い、本人と企業をこう仲立ちする人、通訳する人が、まあ、ほとんどいない状況なので、あるいは定着を支援する人がほとんどいない状況なので、そういう意味だとミスマッチは起こりやすい。だけど、まあ、手数が少なく早く就職できる可能性が高いので、まあ、一長一短ではありますね。ですから、転職エージェントで就職活動するのも、まあ いいところもあるし、でも、まあ、リスクがあるところもあるし、就労移行支援に通うのもいいという、いいし、まあ、ちょっと時間かかっちゃうっていうところもあります。今、地方だと、まあ、失敗しづらいっていうんだったら、まあ、就労移行支援に行って、まあ、確実の失敗しない可能性を高めていった方がいいかもしれないですね。ただ、じゃあ、就労移行支援地元に通うのか、今結構オンラインで、まあ、うちも 最近だったら北海道から通いたいんですけどって連絡は今入ってるかな。えっと、他にも、例えば四国からとか、九州、えー、福岡からとかっていうのが、やっぱりあの同時並行で今、問い合わせがやっぱ増えてきているので、もう就職をする予定のところに在宅で、オンラインで通うっていうのもまあ,ありかもしれないですよね。